感じにトップ。いい感じにトップだね。はい、やめて。やめて、やめて、やめて。ラフはやめて。ラフは嫌だ。実際ここは、まあ、まっすぐかな。オッケー。このライがマジで苦手。そうね、それか、それだ、上がってるもんね、うん、もはや。おー、うまい、うまいよ。あ、バンカーだけど、うまい。わかりました。結構飛ばさないとね。おお、持ってったね。ダイナミックゴールド。痛いっしょ。痛いっしょ、ダイナミックゴールド。それは持ってった力で。そう、グッとね。よくこの顎の高いバンカーをあの距離出せた。そうでしょ。薄めにこの辺からクラブをこう入れていく感じですね。こういう風にで薄めにパッて、薄めにパッて感じです。いいね。どっちじゃない。どうだろう。弱かった。もうちょっとこうした。そうね。なんで？わかんない。乗ったらラッキー。ただラッキー。乗ったら。でももうこんなのはラッキーすぎるから。あ、そうそうそう。いいね。あげない。いいね。あー、全然もう体も前向いてた前。右足乗ったからじゃない今。自分でスタンス取れました。ちゃんと左側を肩うまい低い打ちで手前でこれは止まる。止まった。ナイス。あー弱い。まあ、弱い。下ってる。打ててるよ。あー、最後。うそー。なんで手前で、すごい。すごいね。ここまで、ね、まっすぐなんだよ。ここまでよかったんだけど。ねえ、何今の。ありがとうございます。ねえ。おー、いいよ。飛び出てみて。あー、よかった。今やめてって思った。感じなの。確率は多分大丈夫。そうね、全然。
ゃない、いいよ、あって言わなければ。左に打っちゃったのでも戻った戻った、え、何今の。いや、いいよ。めっちゃダフった。もう顔が上がるよね、ダフる時って。ほんとなんかもうびっくりするぐらい先見てたもん今。曲がっちゃう曲がっちゃう、あーい明日やっぱ顔が上がんないって大事。うん、あ、こうちゃんでも最近なんか、うん、いいことあった今日。顔、うん、顔の話、うん、ゴルフじゃなくて、うん、なんだろう、なんかすっきりした感じがしてる。ゴルフだと思うよ。あ、そう、ゴルフが変わったから、うん、顔が変わったんだと思う、うん、なんか本当やばかった、なんかモヤモヤすごかった。そうだね、え、よくなってきてたんだけど、眉間にシワが寄ってたとかじゃないんだけどもっと怖い顔してた最近。あ、最近、うん、最近ってか最近ってか、だからここ1年ぐらいね。うん、そうやばい、ここ1年ぐらい怖い顔してた。なんだろう、でも怖い顔かどうか分かんなかったけど、でも今日見たらすごいなんかすっきりしてる。なんか取れたのか、うん、ふわっとした。だってもうこんなんないもん最近。ないないない、持ってばっかり。左の林嫌だからまず左の林に行く。これぐらい、これが多分林だから、こうは林、ただ右に出して右に。おお、完璧。そう、これはめちゃ飛んだ、もうだって不思議だわ。ナイスショー。不思議、ゴルフはスタンスが命です。こうだね、右目向いてる。うん、うん、半分より右。うん、のうん、ドロー、半分より右のドロー。ナイスショー、狙い通りです。アイアン重くしたじゃん。重くした、うん、なんであんな重くしたの。なんかたまたま、まあ、そのクラブどうぞみたいなことがあって、うん、ちょっと重すぎるかなと思ったの、うん、ぶっちゃけ。でもウェッジはもともとダイナミックゴールドのやつ使ってた時期もあって、そっから14のちょっと軽いのに変えて、で14がなんだろう、溝がなくなってきちゃったから変えなきゃって言って、今ダイナミックゴールドのタイトルスに変え、戻し、まあ、変えたんだけど、もともと一番最初その重たいやつ使ってたから、そんなに何だろう、最初から重たいウェッジは。アイアンも、まあ、1回はそのスチールアイアン使ってみたかったのね。だけどやっぱ普通のスチールだと重すぎてやばいかなと思って、今使ってみてるけど、まあ、やっぱ重いかも。筋肉が間があるといいね。筋肉がついていかないね。シールとか触れるんだけど、そうそう、うん、ちょっと筋トレあれ必要じゃん、ボクシング。またボクシング必要かも、うん、下手もう下手もう違う、もう抜けてきたのに。でもちょっとあれだったかな、スタンスに迷いがあったかも。そうだね、完璧だったよ。完璧だったらやっぱ飛ぶ。なんや、なん、何番？ P じゃダメでしょ、マックスは。P マックスはダメでしょ。狙いすぎて大きくなっちゃった。完璧。いや、パター良くなってるわ。でしょ、うん、だってパターじゃん、スコアやっぱ。この間も、よく行く
あの居酒屋というかご飯屋さん、ご飯屋さん、うん、でインスタグラム見てる方からメッセージがあって今後ろにいますみたいな声かけてよって、そうそうそう、そういう時にさ声かけてほしいよね。いや本当にそう、ひっそりじゃなくて、いやもうだってずっといたからね、しかも結構席近くって、うん、なんだ入った時に、まあ、見られてるのかなみたいな感じはちょっとあったの、あったんね、だけどまあ自意識過剰かなみたいなのもあってあるある、そこのお店ってこう壁にいっぱいこう芸能人とかサインがあるからこうチラチラ結構見てたのね、うん、もうサイン見てんのかなみたいな、あーなるほどね、後ろに書いてあるね、うん、すごいこう見てたから、まあ、その時は自意識過剰だからなんともなんかこう普通にハーみたいな感じで食べて飲んでたのね。いやもう自意識過剰じゃなかったってことでいいじゃない結局見られてたっていう、そう、ね、まあわかるわかる、もうその時に言ってくれればなんかいろいろその時のこう食べ方とかさこう飲み方とかもちょっと気をつけられたのにでも分かる、言ってください。私なんてこの間さなんか某ゴルフショップで見かけました、でもあまりにも違う人の気がして声かけませんでしたってメッセージ来てて、え絶対私じゃんと思って、じゃあ多分よっぽどなんかそれこそ怖い顔してたか、うん、なんかすっぴんだったかみたいな、うん、なんか暑いなみたいな、うん、いつも思っている方と違いすぎてみたいなコメント来ててちょっとショックだった、ちょっと気をつけようと思った。どんな格好で行ってたのよ。いや普通よ。あ普通普通普通、と言って、あー待って、あっち向いてた、いやカットした、やっちゃったね。いいドローですね。飛んでるよ。ねえ。しかもボールも重いよ。いいよね。いい。何？あ、完璧に森。なんかあの、こんなんかちょっと。いや、いい、ナイスショー。でもいいね。ミスじゃない。いいね。新しい弾道。うん。いやでも届けば、いや違うの、届けば全然あの刻みクラブで打って、あ右に跳ねたからどう、なんか今右に跳ねたよね、あそうそう間違えた、右に跳ねた、さっきはユーティリティで飛んじゃったから、右向いた、向いてるね、向いてんねでかいか、これでも止まれ、止まれ、ナイス、あーさよならしないで、左だ、最後、ちょっと左に打ったわ、ただ距離感バッチリ、ナイス、最後パーここで持った、何だったの今までを頑張ってきたのにそんなに気抜いてなかったんだけど、そうだね、お疲れ様でした、お疲れ様でした。YouTube のこれ小さくなってこれ小さくなってこれ小さくなってYouTube のチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。